こんばんは、924です今日は釣り餌用にザリガニを取りに来ました 今日は5匹ゲットしたのでこれを持って帰りたいと思いますで炭酸水で生け締めできるという話なので、えー、まあ試してみたいと思いますここからはしばらく喋らずに、えー、ザリガニの様子を 見てください、えー、こんな感じなんだよっていうのを見てもらえればなと思います。 というわけで一応餌にはできましたがもう二度とやりたくないやつですねちょっとしんどいですとても綺麗に保存できるのだけは救いですね、まあ、イワシとザリガニで何か釣ろうと思いますご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録お願いします